高尾颯馬は DDT プロレスリングに所属する日本のプロレスラー。東京都大田区出身。日本外国語専門学校在籍時代より UWF 関東学生プロレス連盟に所属しており、CIMA をオマージュした学生プロレスラー、BIMA として活動。2008年に行われたマッスルハウス6では、BIMA としてリングに上がり、ストーカー市川らと対戦している。ファイルキャンプのプロレスクラスにてトレーニングを積み、2009年4月に DDTA 練習生として入団。同年8月23日に行われた、両国ピーターパン大人になんてなれないようにて、デビュー戦を行い、6人タッグマッチで、伊橋豪太に勝利。その後、9月より行われた若手リーグ戦のヤングドラマ杯に参加するが、同じく伊橋より挙げた1勝のみで最下位に終わる。2010年のヤングドラマ杯ではリーグ1位で通過し、11月28日の興行にて行われたリーグ2位の石井絵海との決勝戦で勝利、優勝する。12月1日、シットハートファウンデーションを結成していた中澤マイケル&松永智光組に対し、石井とタッグを組んで対戦。しかしこの試合中に突如石井を裏切り、シットハートファウンデーションのリーダーとして迎えられ、ヒールターン、ゆとりヒールとなる。2011年6月19日の後楽園、ホール大会で、石川修司の持つコディ無差別級王座に挑戦するも敗北し、松永により、シットハートファウンデーションから追放される。7月24日の両国ピーターパン2011から2度、あることは3度あるでは、高木三四郎率いる、DDT 正規軍の一人として、スーザン・シットハート・スーパースターズと5対5、イルミネーションマッチで対戦。正規軍側の最後の1名となるが、大化健康、松永を下し勝利する。その後、高木が立ち上げた TKG48 に加入。TKG48 解散後も、高木率いる反体制軍に組み込まれ、2012年3月11日には、高木とのタッグで、故 D タッグ王座につく。反体制軍は NWJ に発展。引き続き、高木と行動を共にする。2012年秋からは、同じく若手の石井絵海、入江茂弘らとチームドリームフューチャーズを結成。コディ6人、タッグ王座を体感した。2013年秋から全日本プロレスに、チームドリフで参戦。リーグ戦等に出場を続け、2016年8月28日、世界ジュニアヘビー級王座を獲得。2018年よりDAMNATIONに加入。ありがとうございます。